あ、3匹以上だからボーナスがもらえるね。おめでとう。7ポイント獲得だよ。しょぼ。皆さん、おはようございます。ただいまのアイラトーン時刻は2022年7月9日土曜日の午前11時50分です。本日は夕方6時まで広場で夏の釣り大会が開催されています。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、なんかめちゃくちゃ風強いね。超風強いね。でね、今日はね、めっちゃ久々の釣り大会ということで、釣りをやっていこうかと。私、釣り竿ちゃんと持っとんかな？あ、あるね。お魚釣り竿。よし。やっていきますか。とりあえず一旦、いたいた、ジャスティン。ウェイウェイ、久しぶりじゃん。イケてる魚コレクターのジャスティンだぜ。今日一日アイラトーン釣り大会のホストをやらせてもらうからよろしく。てか釣り大会ただいま開催中だよ。午後6時まで受け付けてるからガンガン参加してくれよな。釣り大会のルールは簡単。制限時間3分以内にできるだけたくさんの魚を釣ってね。なんか3分って聞いたら結構長く感じるんやけどな。いつもね、なんか全然釣れずにバタバタして終わるっていう。釣った魚の数に応じてポイントがもらえるよ。ポイントを貯めたら俺がプロデュースした魚グッズと交換できるから、ガンガンチャレンジしてくれよな。あと持ってないグッズはどれぐらいあるんだろうか。ちなみに釣った魚はそのテントの下のクーラーボックスに入るシステムになってるからね。つまり、釣り竿1本あれば持ち物の空きとか気にすることなく、いつでも参加できるってことさ。じゃあ早速だけど、釣り大会に参加しちゃう？今日初めての人は参加費無料だよ。はい、参加します。ウェイ、そうこなくっちゃ。それじゃあ今から3分測るから、魚をたくさん釣り上げてくれよな。3匹以上釣れたら、ボーナスポイントもつくから頑張って。じゃあ行くよ。行くよ、行くよ。よし。みんなめっちゃ固まっとるやん、ここ。え？みんなが固まっとるところにわざわざ行って横取りしていくっていうね。めっちゃ嫌なやつ。イエーイ！これは、アユを釣り上げた。いい調子。しゃー。マミーさんがなんか釣り直しよった。え、全然ないんですが。全くいない。あ、いた。あー、でもこれはこっからじゃ届かんやつか。いや、届くか。あ、いけるいけるいける、全然。よっしゃ、ほほい。あー、待って。待って、引き上げるのを。早まってしまった。みんな結構固まってやるよんやね。仲いいっすね。てかあれですか、みんな一箇所にとどまってやる感じ。私めちゃくちゃ移動しまくりよるけど、サメじゃねこれ。あ、お願いします。来い来い来い。あ、あ、まだ。はい、来たー。よかった、ちょっとダメかと思った。お、マンボウやん。マンボウ釣り上げた。いい調子。これ釣り大会さ、めちゃくちゃ久しぶりすぎて、ちょっといまいちよく覚えてないんだけども。あれよね。大きさじゃなくって、引き数よね、多分。せっかくの大物だけれども。へい。待って、マジでさ、2匹しか釣れてないんよね、まだ。待って。ちょ、ポケモリの方で慣れすぎて。来い来い。あっちさ、魚がちゃんとこっち向いてなくても、あれやん。速攻で食いついてくれるやん。よし来い。結構かかるまでに時間かかった。一瞬魚2匹来たんかと思った。全然いないよ。これでやっと1個ボーナスついたってことやろ？もう1分切ってるんですけど。あ、よかった。ダメな位置かと思った。お願いします。とりあえずあと2匹ぐらい釣り上げたい。え、いつもさ10匹ぐらい行ってなかった？腕落ちすぎどころじゃないんやけど。え、やばくない？魚影がおらん。あった、来い。もう30秒切ってしまった。気づけ。え、気づいて。くる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 。よっしゃー。
カイカ。イカを釣り上げたいい調子。あと1匹欲しいけど無理だな。あと3秒ちょ秒で、あフィニッシュ。くっそ、なんてこったい。まあもうとりあえずね、これでね、私さっきさ、埴輪のかけらが落ちとったのめちゃくちゃ気になっとったんよね。じゃ、そのプレゼントがふわふわ飛び寄るのも気になるんやけど、埴輪のかけらあれか、普通にその辺に落ちとったんやったっけ。あの離島で掘り起こしたわけじゃなくて、落ちてた落ちてた。あ、私パチンコ持ってなかった。あったわ、パチンコあった。あの後用意したんやっけ。あ、これ向こうすぎた。よいしょ、来い。さあ中身は枕目タペストリー。枕目タペタペストリーよね。枕目って何、これ飾れんね。家の中壁とかってことかな。タペストリーやけん、一応一旦どんなタペストリーなんか見たい。だから人の家の中もね、ペタペタ勝手に改装できればいいんだけど勝手にスッて入っていってペタって貼って出てこれたらいいんやけどねこの辺の壁開いて、よいしょ、あの左みたいなやつかな。あ、そうやね、そうやね、色違いやんね。あ、かわいいやん。まあ、ちょっとこの壁紙に対して色的にパッとせんけどピンクや、ピンク。おーし、それじゃあちょっとジャスティンのところに向かいます。これポイント交換とかやったよね、あのお魚グッズ。みんなまだ釣ってる。ウェイウェイ、お疲れ様。の魚たくさん釣れたかな。まったく5匹しか釣れなかった。君がチャレンジ中に釣った魚はテントの下のクーラーボックスに入ってるから後で確認してくれよな。あ、でもこれ売るときにさ、あのさっきのマンボウめちゃくちゃいい感じなんじゃない。あ、もちろんいらないなら俺が全部買い取るから教えてね。まあとにかく先に君が参加したチャレンジの結果を確認しちゃうね。大きさで判断してくれるならもうめちゃくちゃ大優勝じゃない。クーラーボックスに入った魚の数は全部で5匹。絶対あのマンボウ解体せんと入らんと思うけどね。あ、3匹以上だからボーナスがもらえるね。おめでとう、7ポイント獲得だよ。しょぼ、めっちゃ取られるけど。やがるー。ちなみに獲得したポイントは勝手に君の手持ちポイントとして溜まっていくシステムだからね。これ持ち越し OK のやつやったよね。ポイントが溜まってたら豪華魚グッズと交換できるし、また確認してくれよな。今どれぐらいポイント溜まってるんですかね。あの持ち越しポイントとかありましたかね。あ、全部、はい、買い取ってくださいまし。全部買い取って OK、 任せて。君のクーラーボックスの魚は5匹、種類はと。で、おー、やったね5匹しか釣ってないのに全部で9300ベルになるけど、いいかな、めっちゃいいです。はい、毎度あり。クーラーボックスは空にしておくからさ、また大会にチャレンジしてくれよな。ふう、で、ポイントは。釣り大会のことなら何でも聞いてくれよな。他のこと。それじゃあこれかな。大会に参加してくれた人へのサービスで魚の高額買い取りもやってるぜ。違うんすよ、ポイントなんすよ。君のポイントは11ポイントだね。オッケー、10ポイント使って商品と交換するぜ。あ、オッケーっす。服、俺がプロデュースした魚グッズ、魚 T シャツをプレゼント。 T シャツ持ってないんやない。多分分からんけど釣り大会は午後6時までチャレンジできるからね。ガンガン参加してポイントを貯めてね。これか、魚 T シャツ。おお、なんかいい感じじゃない、めっちゃかわいいかわいい。まあこのデザインの服が店頭に並んどった限定買うことはないけどリアルではね買うことはないけど、え、でも全然かわいいね、良きやね。ちょっとリアルな感じの魚あ、そうよ、埴輪埋めとこう。埴輪せっかく拾ったけんね。
蝶、今日はなんか大きめの蝶がめちゃくちゃ飛んでますね。これで4種類目の埴輪になるわけやね。これダブるんかな、埴輪って。まあでもいつかはダブるんか。じゃなかったらそのうち埴輪のかけら自体がなくなるってことになるけど。ちょ待って、スコップにたどり着くまでが長い。よいしょ。水もやらんといかんかったんよね、確か。これか、埴輪のかけら。で、じょうろじょうろじょうろ。よし、これで。なんかこのさ、一時的にしか地面の色が変わってくれんけんさ、ね、めっちゃ煙出ようんやけど。めっちゃ煙出ようんやけど。この中で一体何が起こりうる？今、埴輪が生成されよる途中ってこと？どういう仕組みなんやろうね。怖っ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかちょうど持ってない T シャツと交換できたし、まあ、ね、マンボウも釣れたし、ポイントは低かったけど。とりあえずは満足かな。